あ、ん、ぽ、ん、た、ん、チャンネル。こんにちは。はい、久々の動画撮影になります。YouTube。はい、大変長らくお待たせしましたと言いたいところですが、そもそも待ってねえよっていう人もいると思うので、はい、チャンネル登録をして待っててくださった方ありがとうございました。まあ、きっとね、この動画上げることで、あれこんなチャンネル登録してたっけっていうことに気づいて、チャンネル登録外す方も、まあ、それはさておき、コロナになったので、まあ、コロナ体験記、話していきたいと思います。はい、何もめでたくありません。コロナになっていいことなんて何もなかったですね。はい。特に私は今、工場のお仕事を実は辞めまして、自分がやりたい仕事しか今、やってないので、雇用されてない状態なので、もうね、コロナになって、自宅待機期間、ね、長いですよ。もうその間全く働くことができないので、もうね、コロナになって何もいいことないです。はい。で、今、まあ、未だにこんな感じで喉がこんな調子なんですけれども、痰が絡むっていう感じで、はい。今コロナになってもう一週間以上経って自宅待機期間も終わって、はい、っていう感じなんですけど、ちょっとね、どんな感じだったか話していこうかなと思います。まずコロナになったのが私は11月の28日の月曜日ではないかな。まあ、いつコロナになったかなんてわからないけど、まあ、その前の前の日くらいにですね、まあ、とある番組収録がありまして、番組収録って言っても私がタレントとして出るっていうのではなくて、本当にたまたまいい機会をいただいて、ちょっと出ることになったみたいな感じのものなんですけれども、まあ、あんまりね、細かいこと話すと関係各所ご迷惑をかけちゃうかなと思うので、はい、あんまり言えないんですけれども、まあ、その一緒に撮影してた子たちの、一人が陽性になったっていう連絡が11月の28日の月曜日に来ました。はい。で、まあ、濃厚接触者にそこでなりました。初めての濃厚接触者。あ、未だにこうやって連絡が来るんだなって、その一緒に収録してた関係の会社の方が連絡をしてくれて、はい。ちょっと濃厚接触者になってしまったので、濃厚接触者の場合は、まあ一応ね、決まりがあるんですけれども、まあとりあえずその、まあ時間が経ってることもあって、今日一日は自宅待機で、明日は検査キットをして、もし大丈夫だったら、出勤できますっていうことだったので、あ、じゃあ、まあこのまま自宅待機して明日検査キットが家にあったので、まあそれをね、して大丈夫だったらいいなと思って、で、まあその次の日11月の29日、検査キットをやります。で、案の定陰性でした。はい。抗原検査キット、はい、陰性で。で、もう大丈夫だなと思ったんですけど、ちょっとね、なんか喉がイガイガしてたんですよ。そう。でもなんか喉がイガイガすることってよくあるじゃないですか。なんか風邪気味の時とか。特にこの時期そうだから、まあ大丈夫でしょと思いつつも、でもちょっと、まず、11月28日のその夜ですね、喉がなんかイガイガしてきたんですよ。なので今のところ私は、ラジオのお仕事しかしてないので、そのラジオの、人に、すいません、ちょっと濃厚接触者でお休みいただいてたところなんですけど、喉がイガイガしてきたので、ちょっと念のため明日もお休みいただけますかと事前にね、ご連絡をしといて、で、その次の日、病院行こうということで、その次の日の朝も、念のため買っておいた、抗原検査キット、3000円くらいしたんですよ。めっちゃ高かったけど、買って、それでね、やったんですよね。抗原検査。それでもまあ、陰性。だけど、その29日からめちゃめちゃ体調が悪くなって、朝体温測ったら38度。もう、これはちょっとおかしいなってなるじゃないですか。で、喉の痛みと腹痛。腹痛っていうのがまた変ですよね。
で、今ちょうどインフルエンザも流行ってるし、胃腸炎も流行ってるっていう噂で、そう。だから、ああ、どれかわかんないけど念のため病院行って PCR 検査受けた方がいいなと思って、まあ発熱外来電話して、すいません、調子が悪くて発熱あったので見てくださいって言ってね、もう何回か行ったことあるんですけど、まあそこの病院に行って、車でね、行くんですよ。で、ね、移すわけにいかないので、一人で車で行って、で、駐車場でね、発熱外来の方みたいな感じで駐車スペースがあって、そこに行くんですけど、もうその中でもうどん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 体調悪くなって、挙句の果てに車の中で嘔吐ですよ。うわ、最悪と思って、念のため車の中入れといた袋があってよかったと思いつつも、もう、すごいそんなグロッキーな状態で検査して、で、抗原検査と、PCR 検査両方やって、で、抗原検査の方はその日のうちに結果が出るっていうんで、で、まあ陰性だったんですね。で、PCR 検査はまた後日連絡しますということで、連絡待ちの状態だったんですけど、そんなもうグロッキーな状態だからさすがに次の日も仕事行きますなんて言えず、ちょっとだけお休みを、その検査結果が出るまでお休みまたくださいと連絡をして、申し訳ないなと思いつつも、でも本当に家に帰ってからも最悪で、もうベッドとトイレの往復、もう帰ってきてからももう嘔吐もあって、あと激しい頭痛。で、もうご飯なんて食べれる状態じゃないし、お水さえ飲むのが怖かった、なんか体調が悪すぎて。っていう感じだったんですけど、まあ、そんな状態で、どうにか頑張って水分だけ取って、で、病院から処方されたのが頓服のみで、発熱38度以上の熱が出た時に飲む薬5錠しか、何も処方されてないんで、処方も何も車の中で全部検査も、先生とのやり取りもやるから、とりあえず今日こちらお渡ししますね、みたいな感じで渡されたのが頓服のみだけだったんで、まあ、とりあえずちょっとだけなんか起き上がれるってなった時に38度以上のその熱もあったので、頓服を飲んで、そしたらね、やっぱ薬を飲めば熱は下がるんですよね。で、ちょっと体が楽になるっていう感じで、一番29日がグロッキーで、その次の日30日、38.8 度の熱が、また上がって出てきました。薬がね、切れてくるとまた上がってくるっていう。で、昨日みたいに、嘔吐はなかったんですけど、薬が切れてくるとまた熱が出るの、その繰り返しみたいな感じがあってですね。で、まあね、嘔吐とかがなかったからかわかんないけど、ちょっとずつやっぱり調子は良くなってるみたいで、お粥を食べることができたくらいで、もうそれ以外にやっぱり食欲っていうのもそんなにないし、うん。なんかとにかく体調が悪くてずっと寝てました。私、コロナになったらきっと今までできなかった家のことがたくさんできるだろうと思ってたんですよ。家のね、細かいところの掃除だったり、書類整理だったりとか、もうやりたいこといっぱいあったんですよ。見たい映画とか。もうね、そんな余裕なんて全然ないくらい。はい。よくないですよ、コロナになって。まあそれで、そんな調子で30日過ごしてたら夜連絡が病院からあって、陽性ですっていうことですので、初めての陽性になってしまったと思い、はい。まあね、そんなんで陽性なんだと思って、とりあえずその日は寝ます。で、まあその次の日も調子どうなるだろうと思ったら、やっぱり熱は下がらないんですよね。大体インフルとかって、熱がガーって上がって、山場を越えたら下がっていくイメージがあったかななんて、大体の風邪とかもそうだと思うんですけど、コロナは下がらない熱が。で、まあ、でも38度っていうよりかは 37.8 とか、なんか若干下がってはいるんだろうけど、やっと下がってきたなと思ったらまた上がったりみたいな、そんな繰り返しで、まあちょっとね、5錠しかない薬をね、本当にできるだけ消費しないようにね、頑張って間隔を空けて飲んでっていう感じで調子をね、よくしてたんですけど、で、なんか本当に、やっぱりね、食べれない日が2日くらい続いたので、お腹が空いてたのか、ちゃんとね、食欲が出てくるようになって、で、どうしても牛丼が食べたくなっちゃって、牛丼丸々一つ、並盛り食べれました。
本当はね、ちょっと段階的に牛丼いきなり行くのはおかしいかなと思うんですけど、どうしても牛丼が食べたくなっちゃって、で、私って普段からちょっと小食で、そんなにね、並盛りですら食べきんないこともあったりするんですけど、そんな並盛りも食べることができました。まあそれはどうでもいいんですけど、少しずつ体調が改善してるっていうことで、まあそんな調子。で、その次の日ですね。朝の熱は相変わらず37度台っていう感じで、まあね、なかなか下がらないですね。で、まあいろいろとね、母に食べたいものとか必要なものっていうのを買ってきてもらって、まあポカリがなくなるんですよ。そう、ポカリが本当にね、私の命をつないでくれたって思っております。ポカリは本当にコロナになった瞬間に、もし頼れる家族がいたら、頼っとくのもいいんじゃないかなと、はい、思います。そう。でね、まあやっぱりずっと寝てるから、だんだんここら辺から、肩こりしてくるんですよ。普通に寝て携帯いじって動画見たりとかなんかやっぱするんですよね。調子がいい時とかは結構ね、ずっと映画見れたりとかなんかするんですけど、そうやってるとやっぱりずっと同じ方向向いてたりとかするんで、もう肩とかも痛くなってきてね、で、頭痛とかしてくんですよね。まあそういった弊害が出てきまして、そう。でもまあ体調はだいぶ回復しつつあるかなっていう感じで、その後も、そう。その次の日くらいから今度はもう喉が痛くなってきたんですよ。そう。熱は下がりつつあるけど、それでね、なんか体が悪い菌とか出そうとしてるのか、痰が出るようになって、もう喉が痛いみたいな。そう、そんな調子が続いて、今もまだね、若干ちょっと絡むかなっていう感じなんですけど、まあそんな感じでちょっとずつ、喉の痛みと痰にすり替わっていって、今っていう感じなんですけど、驚きなんですよ。今日も結局、毎朝熱測ってるんですけど、熱を測ったらですね、36.9 あって、今もちょっと測ってみようかななんて思うんですけど、よいしょ。今は 35.7 だ。だいぶ低いですね。なんか、朝は高いのかな。まあ、寝起きっていうのはね、だいたい高かったりすると思うんですけど、なんかやっぱりちょっと動いたりすると疲れやすくて、体温が上がったりとか、今はね、だいぶ下がったんで、だいぶもうね、自宅待機期間も終わったので、大丈夫かなっていうところなんですけど、まあ、そんなんで、まあ、症状発症した日を0日として、そこから7日間は自宅待機期間になってしまうので、本当に1週間潰れるし、で、そこでなんか、ね、今まで貯めてた仕事ができるかって言われたら、もう本当に前半は調子が悪くてできないし、で、後半は、なんとなく、ちょっとね、動いただけで疲れちゃうって、私もね、家事とかできることをね、やってたんですけど、やっぱちょっとやるごとに、お皿洗い一回やるごとに、はーって疲れちゃったりとか、やっぱりするので、そう。まあコロナになっていいことって全然ないですね。っていう、はい、コロナ体験記という動画を撮らせていただきました。はい。ちょっとね、こんな感じでマイペースにまた動画投稿していけたらいいななんて思っておりますので、こういう話をしてほしいだとか、あとはね、動画に対する感想、コメントなど、ぜひお気軽にコメント欄で、はい、お願いします。ということで、はい、まいこでした。